みともラジオ、あー全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね、あー全部君のせいだ、見るものすべてが愛おしい、この胸に落ちて、はいね、久しぶりすぎて忘れてんじゃん。はい、やってまいりました、みともラジオ。この番組はもう本当に誰もやっていないこのみともとお話をしていく番組ですよね。今日は あれ前着替えたのにこの格好のままだよ。なんでとりあえず着替えましょうか。よいしょ。アナログを読みましてね、ビートたけしさんの非常に面白かったですね。これは面白いって表現にはいろいろありますけども、文字通りのねゲラゲラ笑う意味での面白いと、興味深いね、そっちの意味でも面白い、でした。本当に面白かったですよ、ね、ぜひ書店アマゾン、ねね、お見かけしたら皆さんぜひね手に取ってね読んでみて、映画化ももう決定してるっつってね、言ってましたよ。誰ね、主人公みゆきね、誰で撮るかみたいなことをね言ってましたけど、ねアナログ面白かったですよ。付箋がね前半にまとめてバババッとあるんですけども、僕がね読んでどこに付箋をしているね、これは漫才の掛け合いをしているところにね基本付箋をしてますね。面白いですよね。それが面白いですよ。やっぱりだいぶカットしたって又吉さんとの対談で言ってましたけどもね、そっちに行っちゃうからっつって、でも面白いですね。本当に面白いですよ。でメルマ旬報でねなし T シャツをねデザインしたんですけど、俺が着たくないって博士さんに言われてボツになりましたね。これはちょっと別でね、ああ回ってねえよ、別でや出しておきたいと思います。誰だガッチャマ、あれこうでした、ね、誰だ空の彼方に白い翼のガッチャマ、ジーですかガッチャマン、ね、見ますか、誰か来ます、誰だ、ね、KOG さん、ね、いやすよ15秒昨日最近の、あーね、やっぱもう誰もやってないからみんなね写真なんだよ、古いでしょこれきっとね、無視無視で
何？はい、このままね。俺も答えない、ね、はい、どこなんですね、ね、誰が答えてるんだっていう話ね。あ、はい、今日の質問みたいのあったでしょ、いつも、みんなでアンサー。あれ、ないの？みんなでアンサー見ますか？見なくていい、アンサーする。アニメ、ゲーム、漫画、アニメ、ゲーム、映画など、あらゆるジャンルの中で一番キャラクターって何だと思いますかね。じゃあ見てみましょうかね。ドラゴンボールの父ね、あの子供の時のね、カービィが一番可愛い。カービィ、あ、そっちの可愛いね。東方キャラ全部それ知らないんだよ、誰の誰だよ。イスカンダル、白猫プロジェクトの星田ですと、楽天の楽天パンダ、妖怪の人間の六門ちゃんと、3時間前に答えてますよ、ね、ナウシカ、ね、イングリッドバーグマン、イングリッドバーグマン、俺何のあれでした、21時間前、知らーんってね、やってる人いるよ、10分前におるよ、ね、誰だ、ライスタンプのひょうちゃん、ね、チョコバナナがチョコバナナとか、食べるがチョコビルとか、ちっちゃいこと言うのに間違いがかわいい、コウペちゃん、ちょっと参考にしましょうか、ね、ガッちゃんね、金玉のエリザベットか、なるほど、サンマイチスラッキーのお父さんパンダとか、カービィ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 人気だね、任天堂だから、決められないけどシュエルペットのルビーさんかわいい、ああそれはなんとなく名前だけ知ってます、難しい、あえてサミダレちゃんを、サミダレちゃん、初期間低速並みさん、知らんわ、ドラクエのスライム、ああわかります、マイメロ、パーマ、いや違う、ね、この質問はあれですね、そんなにあのツッコミどころがないよね、カービィ様、ね、ない、山田太郎、山田太郎、山田太郎、無再現のハットムワールドの泉玲奈さん、ウィンクめっちゃ可愛い、よしとしますか、はい、なるほどね、じゃあそんな感じですか、ね、もうやることがない、本当にミートモはやることがないね、行きましょう、何未来の僕は元気ですか、僕が夢を増すわけますか、頑張りすぎて目がしたりしてませんか、何未来の僕は笑ってますか、それとも冴えない毎日ですか、いつかの夢を投げ出したりしてませんか、僕は映っていますか、ね、これ原曲、原曲オリジナル聞いたらね、全然違うじゃねえかってね思いますよ、きっと。マネキケジャのいい曲なんですよね。モードあれ、なんかコード出て、モードでモードドモードド、ま前見つけたもんね、忘れたね、あれいきますかね、今日のアマゾンランキングね、グーグーグーね、ホップステップアマゾンランキング、どうせ600位、900位、その辺をうろうろしているんでしょあ、来た、はい、今日のアマゾンランキング、売れ筋ランキング576,691、ねえ、素材デザイン集に至っては805位、
グラフィックデザインは1370位、イラスト集オフィシャルブックは6064位でちったね。これね、次長次長次長ね、面白いこと書いてますか、読んでいただければとね。声には出さないけど